ビニー・パジェンサは、アメリカ合衆国の男性プロボクサー。ロードアイランドシュークランストン出身。元 IBF 世界ライト級王者。元 WBA 世界、スーパーウェルター級王者。世界二階級制覇王者。2016年のアメリカ映画、ビニー、信じる男は、品種の重症から世界チャンピオン復帰を目指したビニーの実話に基づいており。 日本でも2017年夏に公開された。1983年5月26日、バジェンサはプロデビューを果たし4回 TKO 勝ちで白星でデビューを飾った。その後は数々の世界戦の前座の経験を積んだのを経て1987年6月7日、世界初挑戦。IBF 世界ライト級王者。 グレグ・ホーゲンと対戦し15回3から0の判定勝ちで王座獲得に成功した。1988年2月6日、全王者、グレグ・ホーゲンとリマッチを行い15回0から3の判定負けで初防衛に失敗し王座から陥落した。1988年11月7日、シーザーズ・パレス内アウトドア,アリーナで WBC 世界スーパーライト級王者、 ロジャー・メイウェザーと対戦し12回0から3の判定負けで2階級制覇に失敗した。1990年2月3日、アトランティックシティにあるコンベンションセンターで WBO 世界スーパーライト級王者ヘクター・カマチョと対戦し12回0から3の判定負けでまたしても2階級制覇に失敗した。1990年12月1日、 カリフォルニア州サクラメントのアルコアリーナで WBA 世界スーパーライト級王者ロレトガルサと対戦し11回2分59秒失格負けでまたも2回級制覇に失敗した。1991年7月2日シビックセンターでスバ全米スーパーウェルター級王者ロブアムンデンセンと対戦し12回3から0の判定勝ちで王座獲得に成功した。 1991年10月1日、30戦無敗の WBA 世界スーパーウェルター級王者ジルベールデュレと対戦し、最終12回2分10秒 TK を勝ちで、念願の2階級制覇を達成した。1991年11月12日、正面衝突の交通事故を起こし、首を骨折するなどの品種の重傷を負う。1992年、 WBA 世界スーパーウェルター級王者を剥奪された。1993年12月28日、リッツ・カールトンで、イボ世界スーパーミドル級王者ダンシェリーと対戦し11回小勝ちで、王座獲得に成功した。1994年6月25日、MGM グランド内、MGM グランドマーデンアリーナで、IBC 世界スーパーミドル級王者で、 元世界4階級制覇王者、ロベルト・デューランと対戦し12回3から0の判定勝ちで王座獲得に成功した。1995年1月14日、ロベルト・デューランとリマッチを行い12回3から0の判定勝ちで初防衛に成功した。1995年6月24日、IBF 世界スーパーミドル級王者、ロイ・ジョーンズ・ジュニアと対戦し6回2分58秒。 TKO 負けで3階級制覇に失敗した。1996年8月23日、バリーズアトランティックシティで、WBU 世界スーパーミドル級王者ダーナ、ロッセンバラットと対戦し4回2分13秒、TKO 勝ちで、王座獲得に成功した。1997年12月6日、ロンドンウェンブリーアリーナで、WBC インターナショナルスーパーミドル級王者、 ヘロル・グラハムと対戦し12回0から3の判定負けで王座獲得に失敗した。1999年11月5日、フォックス・ウーズ・リゾート・カジノで、イボ世界スーパーミドル級王者ダーナロッセン・バラットと再戦し12回1から2の判定負けで王座獲得に失敗した。2002年3月1日、フォックス・ウーズ・リゾート・カジノで、 WBC 世界スーパーミドル級王者、エリック・ルーカスと対戦し12回0から3の判定負けでまたしても3回級制覇に失敗した。2004年3月27日、2年振りの復帰戦を、トッカー・プドウィルと対戦し10回3から0の判定勝ちで再起を果たしたのを最後に現役を引退した。ありがとうございます。